中京 TV スポーツ。お願いします。お願いします。お願いします。金氏が代表してお話を伺いますが、はい、各社準備はよろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。契約公開交渉はまず藤島投手サインはされましたか。はい、しました。年俸の変動はいかがでしたか。7000万で契約してもらいました。アップの理由について球団からはどのような話がありましたか。まあ、そうですね、まあ、キャリアハイの成績も収めて、くれたし、まあ、ここ、まあ、2、3年継続して、はい、結果を出して、くれてるというところを評価してもらいました。30分以上にわたる契約公開交渉だったかと思いますが、はい、藤島さんからは球団には何か思いを伝えたりするようなことはあったんでしょうか。いや、まあ特にないですけど、まあ、本当にまあ1年間の感謝と、はい、まあ、来年頑張りますって話ですかね。どんな話が主に球団からは藤島投手にされましたか。あ、そうですね、まあまあ、僕もまだ若いですけど、まあ、僕より若いピッチャーが、ね、結構いっぱい、まあ、これ出てきてるので、まあ、そういう子たちをまあ引っ張っていってほしいというか、まあ、そういうまあ、なんていうんですか、まあ、リーダーじゃないですけど、まあ、そういう若手を引っ張っていけるような、はい、まあ、そういう姿勢をまあ見せてほしいという話は球団代表から、はい、してもらいました。年俸大幅アップかと思いますが、はい、自分への何かご褒美であったり、何かこういうことに使おうかな、なんていうのはちょっと考えていたりするものなんですか。まあ欲しいものは、まあ今これと言ってないですけど、まあやっぱ家欲しいんで、まあでもそうですね、まあ貯金なんですけど、はい、まずはまあ一括でドカンって買えるぐらいね、はい、これからも活躍して貯めたいなっていう、はい、思ってます。さて、今シーズンの振り返りをしていただきたいと思います。56試合の登板数、これは自己最多の登板であり、チーム最多の登板数でもありました、はい、どのように振り返りますか。あ、そうですね、まあ、最初、まあ、怪我をして出遅れてしまったんですけど、まあ、本当に首脳陣の方にいろんな場面で使っていただいて、まあ、このような成績が出せたので、まあ、少し自分も自信になるところも、はい、できたので、はい、良かったかなと思います。56試合の登板、他にも28試合連続無失点、代役守護神としてもセーブを挙げました、はい、何か振り返って自信になる数字であったり何かございますか。あ、まあ、そうですね、まあ、自信は、まあ、自信になるとはさっき言いましたけど、まあ、自信はそこまで簡単につくもんじゃないと思ってるんですけど、まあ、強いて言うなら、セーブを今年、まあ、4つ挙げれたんで、まあ、今までこう勝ち試合になるとなかなか思うように結果が出せないとかいう、まあ、試合も多かったんですけど、まあ、そういう意味ではそういう緊迫した場面で試合が決まるところで、はい、今年少し結果を出すことができたので、まあ、そこはちょっと殻を破れたかなとは思ってますね。その殻を破れたことが来シーズンどうつながっていきそうですか。そうですね、まあ、やっぱり勝ってる試合で、まあ、任されるような、はい、そういうピッチャーに、まあ、最終的には、ね、ならないといけないなと思ってるんで、そういうところで来シーズン任された時にしっかり今年の経験を生かせるように、ね、していきたいなと思ってます。任された時に任されたところでという話がありましたが、その抑えも経験した上でポジションへのこだわりとか強く思いが込み上げてきた部分というのはいかがでしょう、来シーズンに向けて。全然、まあ、ポジションに関してのまあこだわりとかはなくて、まあ、やっぱりチームとしてどれだけ使いやすいか、まあ、本当に使いやすさがやっぱ
監督、コーチ、首脳陣の方にやっぱり、なんていうんですか、まあ、使いやすい選手っていうのがやっぱり一番チームのためになると思うので、本当に自分のポジションへのこだわりというよりはもう任されたところで確実に結果を出せるような選手に、はい、まあ、来シーズンもそういう選手でありたいなと思います。これまでも藤島投手は、まあ、自分は藤島投手の言葉を借りると便利屋でありたいという言い方されていましたが、はい、来シーズンに向けてもいかがでしょう、はい、もう本当に、まあ、自分がこうどこで投げたいという感情は、まあ、チームにとってはそこまで必要ではないので、本当にチームの力になるところで、任されたところで投げたいっていうだけですね。はい、本当にそうです。チームの現状としては2年連続最下位という悔しい状況です。来シーズン8年目を迎える藤島投手、どんなシーズンにしていきたいですか？そうですね、まあ、もちろん優勝したいですね。さっき契約更改で代表と話させてもらったときに、まあ、入団してから、まあ、一度3位っていう成績はチームであったんですけど、まあ、優勝したらどんな感じですかねみたいな話を代表と、はい、したんで、なんか、うん、みんなで優勝を分かち合いたいと思います。その優勝に向けて来シーズンはどのような数字を残してチームに貢献していきたいですか？そうですね、まあ、今シーズンの目標、来シーズンの目標ってことですよね。まあ、毎年僕結構あるんですけど、まあ、個人としての目標は、まあ、あんまり立てないように、はい、あえてしてまして、まあ、ただ目標がないってことじゃなくて、一試合一試合目の前の試合を抑えていくっていうのが、まあ、大事なので、シーズンの目標は、まあ、あえて立てないように来年も頑張りたいなと思ってます。このオフはどのようなことに重点的意識を置いて過ごしていきますか？そうですね、まあ、10月11月と結構、まあ、ウエイトトレーニング頑張って、はい、やってたんですけど、まあ、ここから、まあ、ウエイトトレーニング継続するんですけど、まあ、少しやり方を変えて、行きたいなって思ってます。来シーズン活躍する藤島投手に期待するドラゴンズファン多くいます。カメラを通して最後メッセージ意気込みをお願いします。はい、これ三山さんに言ってるんですか？あ、ですので今シーズン応援ありがとうございました。まあ、最下位という結果に終わってしまいましたが、まあ、来年こそは優勝して、まあ、ファンの皆様と、喜びを分かち合いたいなと思いますので、また来年も応援よろしくお願いします。